時は幕末、世界中で欧米列強による脅威が増していく中、日本でも外圧に屈しないための近代化は国家の急務であった。当時海外に向け唯一開かれていた港長崎、その警備を任されていた佐賀藩はいち早く時代の風を感じ取り、近代化へ大きく舵を切った。その先頭に立ったのは希代の変革者、佐賀藩第10代藩主鍋島直正。日本最初の反射炉の建造、鉄製大砲鋳造、国産初の実用蒸気船の建造、藩主直正自ら視察に乗り出し、欧米諸国の最先端技術を学び、自分たちの手で作り上げた。危機的財政の立て直し、優秀な人材の確保、研究教育機関の設立、鍋島直正のその先見性は、技術を作り、人を作り、そして幕末最強と言われ近代化のトップランナーであった佐賀藩を作った。日本の産業革命は佐賀から始まった。我々はとにかく学ばなければならんのじゃ。漫画鍋島直正。